打率よりは低いマートンです。さあどう入ってくるか。初球カーブ打つ、左中間に上がったがレフト追いつかった、ライナーを取りました。ハーフラインよく取りました。確かに打球の勢いはそこまでなかったんで、最後こう見ながらこう合わせる感じでダイブしましたが、はい、よく取りました。佐久間がなんとかこれ2点差を保します。今の打球ご覧いただきましょう。ナイス打球ですね。いやレフト白板がここはパスプレーを見せてくれました。これ今抜けていたらもうゲーム終わっていましたからね。いやもうそんな展開ですよね。いやたくさんの阪神ファンの目の前でこのダイビングを見せました。いやレフトスタンドの阪神ファンももう拍手するぐらいですよ。一つ流れを